バードベンチという勉強会を開催されている全国各地の方を、ご紹介して、ね、10分ぐらいのセッションを2つ用意しているので、あとはバードベンチ山梨と静岡のセッションをしていただこうと思います。でまず最初にですね、各地でワードベンチを開催されていて今日来られている方で今日ちょっと前で話してもらえた方を、順に、ちょっとご紹介していきたいと思います。で、自分の実家が、まあ、各地にある場合は、年末に帰った時にワードベンチやってたら一緒に出てみるとかですね、近くでやってるんだちょっと行ってみるとかしていただけると、盛り上がっていいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと順番に、ご紹介しますで、そもそもワードベンチ全体の話をしますね、さっきね。ちょっと待って。で、ワードベンチ全体なんですけど、ワードベンチは日本中にあります。日本中にあるんですね。で、各都道府県を制覇する勢いであります。で、今もなお、増えてる。どんどんやりたいという人も出てきてくるんですね。で、これは別に何か資格があるというわけじゃなくて、ワードプレスを愛してから、やってみようかなと思ったら、ご相談くださったら、段取りする、調整するっていう形になってます。で勉強会も黙々会をやったりとかお茶会とか懇親会だけですか、まあ、ワードプレスのセッションをやったりとか、まあ、様々ですね。で地域の特色が出てるので結構ベンチは面白いと思いますね、はい、じゃあ順番にお願いします。じゃあまず最初にですねワードベンチ埼玉、ね、どう？ありがとうございます。あ、皆さんこんにちは。こんにちは。元ワードベンチ東京のモデレーターで今は埼玉県の埼玉市が僕の実家で地元に戻って会社をやっておりますものでワードベンチ埼玉のモデレーターをしています星野邦俊です。ワードベンチ埼玉は2008年から実はやっておりまして、当時は、まあ、1年に4回ぐらい、やっていたんですけれども今はまあ毎月、開催をしております。で内容としましては、まあ、技術系の内容が結構多いんですが、というのはですねやっぱりこう初心者の方が、まあ、現状はあまり来ていないものですからどちらかというと高レベルなことが多いんですけど、まあ、もしですね これを機会に埼玉で、来てますっていう方がいらっしゃいましたら、まあ、大体大宮か越谷でやっておりますものですからぜひ来ていただければまた、内容を考えていきたいなというふうに考えています。大体10人から20人というこじんまりとした規模が多いですので、まあ、親しくもなれますし、まあ、交流もできると思いますので、まあ、東京が近い周辺の街ということでいいかなと。で、ありがとうございます。はい、で、私たち実はコワーキングスペース 7F というオフィス、コワーキングスペースを運営しておりまして、さっきのワードベンチもですね、まあ、私たちのコワーキングスペースを使っていただくことも多いんですが、それとは別に独自にですね、ワードプレス黙々勉強会という、これはワードベンチとは関係なくて、まあ、私たちのコワーキングスペース 7F 主体で毎月下旬にですね、まあ、特定の日を設けて、まあこれは誰かが講演で話すとかではなくて、それぞれが課題を持ち寄ってそれぞれで話し合うという会、これもまあ大体10人ぐらいの規模でやっておりますのでもしよければご参加ください。ありがとうございます。はい、じゃあ次ですね、東京でやっているワードベンチ東京のモデレーさん。ワードベンチ東京の森山です。ワードベンチ東京自体は多分 2008? ですよね。2008からあるんですけど、まあ、管理人がこう変わって、私と今回のワードキャンプの委員長の瀬野君と、2人で、2年前くらいからやってます。で毎月やっていて、いろんなテーマで、今月は なんだろうデザインですとか、今月はちょっと開発者向けですとか、いろいろなテーマでやっているので、なんか興味がある会にこう来ていただけるといいかなと思います。はい。はい、です。まあなんかあとちょっと遠方に住んでいらっしゃる方も、ちょっと東京に来る用事あるんだよねっていうのが言ったら、なんかはい、セッティングしますので、なんか、はいはい、結構流動的にやってるんで、はい、ぜひ。来てください。はい、ありがとうございます。はい、次、ワードプレス黙々勉強会です。ちょっと補足します。ワードベンチをされてますけど、してる方と、各地でもワードプレスの勉強会を個人でやられてる方いるんですよ。で、そういう方もご用意してます。今回群馬の、黙々勉強会高木さんは、結構前から、ずっとワードプレスの勉強会をしてるんで、ぜひ来ていただきました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ワードプレス黙々勉強会アット群馬っていうタイトルで、群馬で黙々会形式のワードプレスの勉強会を開いております。皆さんワードベンチの
団体の方々なんで、ちょっとこの場で入れていただいて、すごい恐れ多いようなちょっと若干テンションが上がってるんですけども、こういう会を開いています。群馬ですとこういう IT 系の勉強会が少ないっていうことですとか、あとまあおそらく人口も少ないっていうのはあると思うんですけども、初めの年はすごい集客に苦労しまして、参加者が私入れて2名しかいないっていう会がですね、何回か本当に何回もあったんですけれども、今年に入ってからはそれほど集客頑張らなくても比較的10名前後とかの話、集まるようになっていただいて、まあ、少しはこう浸透していっているのかなと思っております、はい。で黙々会にかけてなんですけど、毎月月最終木曜日に定期的に開催しております。で今月は、おとといですね、開催しまして27回目の開催となりました。また来月も11月の最終木曜日に開く予定です。今日群馬の方いらっしゃるかわからないんですけども、ぜひ群馬近辺に住んでいらっしゃる方はお気軽にご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ワードベンチ7番お願いします。あ、マイクありますか。どうも、ワードベンチ長野の浦部です。あともう一人、今日来られてないんですけど、飯田にのファーストエレメントさんっていう会社をやられてる宮田さんっていう方と二人でやってるんですけど、なんかすごいみんなちゃんとした話をするんであれですけど、ここ2年ぐらい活動ほとんどしてないというか、ここに大体2年に1回ぐらい勉強会をやったまにやって今年もやれるかどうかというか、まあ、長野は無駄に広いんですよね。僕松本のところなんですけど、その宮田さんが住まれてるのが飯田なんで100キロ離れてて、でなおかつ県庁所在地の長野市まで回った松本から70キロとかなんで、まず人口密度も薄いんで、まあ、人はいないし、もう遠いし、定価やったのにみんな車で来てるから飲まずに帰るみたいな、そう結構、むしろどっちかっていうと最近大阪のベンチとか山梨のベンチに出没してることの方がよっぽど多いんですけど、そんな宮田さんが今日はあるんですね。まあそうですね、はい。何だったっけ。でもまあもう初めて見た、まあ、ワードベンチノープランでここに立ってますけどワードベンチ、まあせっかくなんでやりたいんですけど、まあこの長距離長野にモデレーターが2人しかいないというちょっと切ない、100キロ離れたところに1人っていう、もう本当にもうわあこれノリがわかんねえ。本当に大事にします、本当に。だから俺と一緒にもうやってくれる人、いやもういや長野がなくてもいいから、もうなんか山梨の人でもなんか長野に馬刺し食いたいみたいな人がいればぜひぜひ、馬刺し食って城見てそば食って帰ればいいじゃないですか。一緒にやりましょう。お願いします。はい、以上です。はい、ワードベンチ富山の神垣です。ですね、富山県はですね、今開催が50何回になりまして、かつでもほとんど中央の方での認知度が低いので、多分日本で一番隠密行動しているワードベンチじゃないかなって勝手に思ってます。で、その理由の一つなんですけども、ですね、開催の 95% ぐらいは平日やってるんですね。平日の午前中がすごい昔よかったんですね。なんでかというと地方にはありがちなんですけど、ワードプレスで勉強会ってやると来られるのが主婦の方多くて、お子さんおられて、お子さんおられるから来るのが学校行ってる時とか幼稚園送り出した後っていう風に来られる方多いので、やっぱ夜とか無理、土曜土日も家族があるからダメってこと多いので午前中たくさんやってます。なので懇親会もほとんど夜はやったことなくて、懇親会っていうランチ会が多いですね。女性の方多いですし、はい、そんな風にしてやっております。はい、はい、で次回は12月2日水曜日、また平日なんですね。皆さん来てくださいって言っても平日なんでってよく言われるんですけど、でこんな感じで女性の方は多いですよね。年齢層も結構高めで、僕30いくつですけど、いまだに最若手で使いっぱしです、はい、いいもの食べてますね。そうなんですそうなんです。あ、こちらもですか。そう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 、あ、しやったあ、なるほど。そうそう、これこの間のなんかそうなんです、懇親会でおしゃれな感じで、そうですね、いいですね、はい、そうなんです、はい、僕ここのワードベンチでマクドナルド以外の食べ物知りました。
はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そうですね、ワードベンチ福井からですね。はい、お願いします。はい、こんにちは。ワードベンチ福井の森川でございます。ワードベンチ福井は2010年の春にスタートしたんですけれども、富山さんが隣の隣なんですが、まあ、富山さん割と福井早めに始めてるはずなんですけども、開催密度でいうとその半分以下という、やっと今度の勉強会で20回目になるというような感じで、今大体1回あたりの勉強会やると今15人から20人ぐらいですね。もうそれぐらいでこうずっと推移していて、まあ、今日、ね、朝から皆さんいろいろお話をお聞きになっているとお分かると思うんですけど、何かそのワードプレスのユーザーさんってめちゃくちゃ幅が広いんで、もうなかなかその一つのテーマを絞って勉強会というとやりづらい時期に来ているんですね、福井の場合は。なんでもう最近はもう自分たちが知りたいことを勝手に喋る会になってるみたいなそんな感じになっています。ということで、福井といえば、これなんですよね。はい、ワードクラブという、巷では、ね、勉強会に偽装してカニを食べる会。これこんなにカニが出るわけですか。こんなカニが出ます。すごい、というこれをですね、だいたいこれも年に1回、今年はちょっと毎年2月にやってたんですけども、こっちの2月にできなくて、今度12月の12日にやることになりました。実はですね、いきなりちょっとカニの話をしちゃうんですけども、カニってね、皆さんなんか福井とか、まあ、例えばその冬ですね、こう北陸の方に行けばなんかすぐ食べれるってこう思ってらっしゃるかもしれないんですけども、なぜこれ天然のものなんで行ってみるまで食べれるかどうか分かんないんですよ。で12月12日に一応予定はしてますけれども、この時に海がこうしけていたりして、なんかカニの値段が3倍4倍になっていると貝として成立しなくなるという非常に博打打ちなイベントなんですけれども、でその時には別のメニューに変わる可能性がありますので、正し書きを入れてご集合かけて、まあ、それはそれで冬のですね、味覚、福井の冬の味覚をまたご堪能いただくような、そんな会に、まあ、切り替わりますが、カニ食べれなかったからという暴れないはい、まあ、そんな感じで考えておりますので、もしよろしければ冬の越前ガニをぜひ、越前ガニは、ね、あれですよ、そういうもの、そういうものですよ、あくまで勉強会に来た後で、ね、カニ食べて帰ってください、ね、はい、はい、ということで、ワールドウェッジ福井でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、こんにちは。ワードベンチ名古屋から来ました小野隆と申します。これモデレーターって書いていただいてるんですけど、下に書いてあって複数名で運営されていてって書いてあってですね、経緯をちょっと話すと、僕2010年のワードキャンプ名古屋っていうのがありました。その時は、スタッフでした。普通の皆さん T シャツ着てるような形でスタッフをしてました。でその次の年からなぜか僕はモデレーターに任命されてですね、毎月やってました。でそれ3年ぐらいやったらですね、僕個人こう事業っていうのは、うちの兄貴が独立して不動産立ち上げたんで、そっちと一緒に2年ぐらい不動産やってました。で今先月戻ってきまして、それでたまたま声かけてもらって、またなんかモデレーターって言われながらもまた2年ぶりぐらいに戻ってきたんですけど、ワードベンチ名古屋はですね、その2010年頃から毎月勉強会を必ずやってる、ユーザーグループでして、なので割とコアなメンバーが揃ってきた感じです。ハンターハンターって漫画知ってる人？はい、はい、あ、そうそう、あ、幻影旅団って分かります？分かります。幻影旅団は頭なくなっても動けるそういうワードベンチ名古屋は幻影旅団になりました。ですね、要は誰がいても回っていくグループ、独立したグループにだんだんなってきました。最初は先ほど群馬であったように本当に数人だったんです。6人ぐらいで10人集まればいい方だなって言いながらやってたんですけど、だんだんとそれがコアが集まってきて、なんとか独立してきたっていう感じになります。何の話を聞いた、こんな感じのワードベンチ名古屋で、ワードベンチ名古屋は割と、特殊なイベントを開催してまして、ワードビーチ、ワードビーチの2011-12、その時は僕実行委員長させてもらってて、その次はワードフェスって名前に変わりました。たまたまそのももクロが好きな
スタッフが多くてですね、あのキャンプよりもフェスだろうって形になってワードフェスやったんですけど、割とあの独自路線を貫いている感じの名古屋ですので、あの毎月勉強会やってます。で、今度の勉強会はですね、はい、ありがとうございます。職種見せるウェブサイトを作るテクニックとしてですね、あの大阪 のピンク色の髪の毛をした今日会場にいらっしゃるリエさんという方がですね来ていただいて、あのちょうど本出されたのでちょっと やってくださります、なのでなかなかそんなに大量に集まることないんですけど、40人以上があのワードベンチ名古屋に過去最大じゃないかなというぐらい集まってくれますので、あの楽しみにすごくしてます、11月21日ですねに開催しますので、もしただ枠があんまりないかもしれないですけど、もし空きが出て来れそうなタイミングがあればぜひ顔を出してください、名古屋をこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。どうぞどうぞ、僕の方から紹介しますから、どうぞそうどうぞワードベンチの今、お話ししてもらいましたけど、そもそもワードベンチを最初に始めた方がいるんですよ、日本で最初に始めた方がいます。で、今日来ていただきます。今日来てるんです。ですので、ぜひね、三好さんです。よろしくお願いします。どうぞすごい、なんか急に振られて何をすればいいんですか。何喋ればいいですか。そうですね、ワードベンチを始めたきっかけなんですか。きっかけですか。はい、きっかけはですね、何年前かな、どれぐらい、8ですか。なんかですね、その前の話をすると、はい、なぜワードベンチができたかというと、ワードベンチは最初に福岡でできて、なんで福岡でできたかっていうと、僕が福岡に東京に住んでたんですけど、福岡に帰ることになって、で福岡に帰った時に東京みたいにワードプレスのコミュニティがないと思ったんで、はい、なんかこう集まれるようなやつを作ろうかなと思ったのが最初なんですよね、はいはい、でなんかワードキャンプで誰でもこう登録して参加できるようにして、地域作れるようにしたら、こうなったというこうなった今すごい広がりを、一個解きたいのが、はい、なんかイベントの名前みたいな感じでなんか認識されてるところがあるんですけど、なんか勉強会の名前とか勉強会しないといけないみたいな雰囲気あるんですけど、全然そんなことなくて、ただのサイトなんで、ソーシャルネットワークのサイトなんで、みんな好き勝手にこうサイトに登録して、そこで交流してもらえればそれだけでも十分に思ってて、そして勉強会しないといけないとかも、そういうのを考えなくていいと思います。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。三好さんでした。ありがとうございます。ワードベンチを始めたい人ってどうしてですか。ワードベンチを地域で、新しい地域始めたい人は、サイト見てもらったら、なんかワードベンチについてみたいなメニューがあるので、そこからですね登録できるようになったと思うんですけど、ね、はい、そんな感じでお願いしますどうもありがとうございました。最後にもう一度拍手お願いします。